商品株は株の一品種。軽野菜の一種で、軽の伝統野菜及びブランド軽野菜に指定されている。成長すると2から5キログラムにもなる日本最大級の株である。千枚付けの材料とされることが最も多い。また、煮物や汁物、酢の物などにも用いられる。害虫及び連作に弱く、かつては夏野菜の後の畑で栽培する臨作が主だった。 春は11月上旬から3月上旬とされる。慶長年間に栽培が始まった、大見株が原始とされる。京方年間に、現在の京都市左京区商護院に住む農家が、大見国方田から、大見株の種子を持ち帰り、改良を加えて、商護院株が誕生したとされる。商護院を中心に栽培されていたが、昼夜の気温差が大きく霧が発生する亀岡盆地の、 気候が栽培に適していることから、現代では亀岡市の地区が府内における生産の中心地となっている。また、滋賀県大津市でも盛んに栽培されている。亀岡市の省吾委員株は2007年にブランド系野菜の指定を受け、同市における同年の栽培面積は18ヘクタール、出荷量及び金額はそれぞれ1100トン1億円となっている。 京都の漬物、千枚漬けの材料としてよく知られる。軽料理のカブラ蒸しは、すりおろした、昭和インカブを泡立て卵白と合わせ、くじやうなぎなどと共に蒸して、くずあんをかけた、秋冬の温かい料理である。他、なます、炊き合わせなど和食、スープ、サラダなど洋食まで、幅広く使われる。ありがとうございます。